再びダイニングルームに戻ると、うん、何か腐ったような石を感じるでしょう。なんだ。さらに新築のようにまっさらだった室内は、うん、一瞬で数年の時を経ってしまったかのように色あせ、至るところが劣化している。はるくん、いや、僕もこれよくわかんないんだけど、何くっさ、さっきのチネリカレー腐った、もしかしてこの一瞬で、ね、てかなんか部屋ボロくなってね、ボロい、汚ね、ちょっと変わったとこあるか調べよう、はい、食卓から行こう。まずですね、カレー皿と水の入ったコップ、紙、錠剤が散りばめられています。まあ、調べられるのは、うん、紙、カレー皿、錠剤ですね。うん、あれ、これ盗まれたカレー皿じゃねえの。なんか戻ってきてんだけど。戻ってきてるね。なんかっていうか、コップもこれあれじゃない？うん、盗まれたやつだ。うん、カレー皿調べようか。なんか犯人の指紋とか残ってねえかな。うん、向かい合うようにして置かれたカレー皿、うち一つはカレーを食べた痕跡が残されているのみで、中身は空です。もう一つはカレーが盛られたままになっています。しかし卓上に並べられてから随分と経過しているようで、ルーや米の表面は乾き、やや石を放っているでしょう。同様に水の入ったコップも若干の差があり、空のカレー皿側に置かれているコップの中の水は半分程度になっていますが、カレーが入ったままの皿側に置かれているコップはなみなみと水が入っていますね。さっき完食したのに、うん、このカレーなんかちょっと臭いな、腐ったかな。そんな時間経ったっけ、あれ。いや、経ってないと思うんだけど、なんか部屋の様子もおかしいし、うん、てかもっとなんか臭い気がする、なんか別のところから匂いする。あ、カレーじゃねえのか、うん、この原因は。じゃあ紙を見ようかな。何も書かれていなかったはずの場所に枠のようなものが出現しています。うん、近づいて確認すれば、それは病院に用いられる、カルテのようだ。うん、先ほどのメモはその備考欄にあたる位置に書かれています。うん、以降紙改めカルテとして表記させていただきます。お、カルテには例の名前と昨日の日付が記されています。他の項目には何も記されてないですね。俺病院とか行った記憶あんまないんだけどな。例行った？いや、マジ記憶ないわ。てか炙り出ししても意味なかったじゃんこれ。確かに、やっぱ女の子じゃなかったんだよ。この錠剤もなんか散らばってるし、なんだこれ。錠剤散らばったらなんだか分かんなくなるだろう。錠剤も調べます。はい、卓上にばらまかれた白い錠剤、よく見れば椅子に、錠剤の箱が落ちています。うん、市販の頭痛薬のようです。ではですね、ここは、秘匿情報で、例のみの情報ですね。はい、あなたはここ数日途方もない頭痛に悩まされていたことを思い出すだろう。そういえば昨晩も突然頭が痛くなり頭痛薬を求めたはず。と思い出すでしょう。なるほど。うん、秘匿って言っちゃいけないんだっけ？言っても大丈夫だけど、別にまあそれは自由ですね。言わなくてもいい、隠しててもいいし。うん、なるほど。あ、なんか俺昨日めっちゃ頭痛かった説出てきたわ。痛かった？じゃあこれない、痛すぎてばらまいたってこと？なんかあれかも、判断つかなくなってとりあえず全部出してから一つ飲んだかもしれない。なんか例にしては珍しいね、なんかそういうの。いや、なんかマジ痛かったのかな。なんだろう、あれかな、飲んでからそのまま食卓へ寝たんだっけな俺。そうなんだ。いや、よく覚えてない。頭痛かったことだけ思い出した。僕がそれを見て心配しないのも変だけど。確かに。まあ、そっか、眠かったのかな、僕も。何なんだろう。まあでも、二人とも朝、食卓で目覚めたからな。なんかちょっとさ、周りいろいろ見てみない？一つずつ確認していこう。そうだね。テレビをつけますか？つけましょう。なぜか液晶画面が割られており、電源が入れても見るに耐えぬ、乱れた映像が映るばかりです。ザ、ザザ、ザーというノイズの隙間から、かろうじてニュースの音声が聞こえてくるでしょう。うん、では聞き耳をお願いします。はい、で聞き耳70で20成功です。春も成功ですね。はい、春は34です。はい、それが行方不明事件のニュースであることがわかるでしょう。ほう、読み上げられてる名前や事件の詳細についてはノイズが邪魔でうまく聞き取れないです。で、出目が低かった、例ですね。例に秘匿情報です。はい、
あなたは突然指先に痛みを感じるだろう。指先、手を確認してみると、手の背や手の甲にいくつもの亀裂が入っており、傷口からポタポタと鮮血が垂れています。ハルくん、なんか俺かまいたちにやられたかもしれない。見て、手見て。え、なんでこんな血、え、いや、やっぱかまいたちにやられたかもしんねえわ。なんかもしかしてさ、うん、酔っ払っ、なんか、え、待って、え、酔っ払ってない、でも昨日テレビついてたしな。そうだよ、うん、ほら、なんか勢いで殴っちゃったみたいな。いや、やってない、やってない、マジ。そん、いや、多分俺の拳じゃテレビ割れねえかと思うんだよね、多分。え、とりあえず、あの、ほら、応急手当。ああ、よろしく。僕ちんいくつだっけ。あ、君ちんはね、梅の春、応急手当70。OK です。36成功ですね。はい。じゃあ、綺麗に、ホタヤ巻いてくれるでしょう。あんまり今日はなんか洗い物とかやらない方がいいかもしれないね。ギター弾けないじゃん。ちょっと諦めてもらって。鎌持ったイタチでも住んでんのか、この家には。うん。てか、テレビ割られてるんすけど。いや、だから、え、だから、え、霊が割ったじゃん。そんなジャンキーなことしないんだけど、俺。俺が勝ち割ったの疑ってたの、お前、さっきから。いや、やってないと思うけどな。もしかして、あの頭痛薬だと思って飲んだやつ。覚醒剤だったのかな、消しの実みたいな。ダメな薬、今しかして。今度もう一回、病院、別のところ行こうね。ちょっと行った方がいいな。まずいな、これは。どうします、どこを探索します。テレビは一応、テレビ、勝ち割られたもんな、うん。なんか、行方不明とか言ってなかった、さっき。なんか、そう、聞こえた。昨日も、うん、今日の夕方か、うん、行方不明、そう、さっきも、そうか、ニュースでほらやってたから、それで流れてるだけなんじゃないかな。なんかさ、行方不明っていうワードがさ、さっきも出てきたんだよね、うん、ああ、俺の机の上に、そう、スクラップのやつだよね。そうそうそう、不気味だね、かなり。ちょっとなんか、うん、もうちょっとなんか他向いてみる、見よう、キッチン見ようかな、うん、OK です。かなり汚れたキッチンです。汚ねえな。俺がいつも綺麗に使ってんのに。ダイニングに入った瞬間感じた異臭は、異臭の元はどうやらキッチンからのようだ。なんだろう、毒の入ったスープとか鍋にいっぱい入ってんのかな。あ、じゃあそうですね、霊が気づくでしょう。おう、霊は、ここにゴミ箱が戻っていることに気づきます。ほう、ちょいちょいなかったもん戻ってきてんな。あ、そうなの、ゴミ箱、あ、そういえばゴミ箱ないって言ってたね。そう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 、ゴミ箱ないってことは包丁もあるのかな。どうなんだろう、包丁はなさそうですね。ないんだ、うん、え、どうする、ゴミ箱を見てみる、一応臭いし。あ、これが臭かった、うん、ちょっと俺鼻死んでんから分かんなかった。じゃあゴミ箱見よう、うん、先ほどまでなぜか見当たらなかった普段から使用しているゴミ箱、うん、異臭はここから漂っているようで、生ゴミが腐ったような匂いする、うん、蓋開けますか。開けよう。中には調理済みの食材がそのまま捨てられています。オムライスやハンバーグ、スパゲッティなど、そのほとんどが腐り始めています。原型はどれも崩れてしまっているが、それらはここ数日探索者が食べた献立であることがわかります。え、料理の状態で捨ててあんの。うん、やば。すべてちょうど一人分の料理が皿をそのままひっくり返したかのような形で捨てられています。異臭の元はそれらの料理からでありました。ゴミ箱はどっちが先にあげたかな。例だね。 OK です。じゃあ一食ですね。はい。あなたはそれらの料理に見覚えがあるはずだが、いくつかの料理は食べた記憶がないことを思い出すだろう。だが確かにここ数日の献立はそこに捨てられているものに間違いはない。趣味の悪いやつだな、本当に。趣味悪いね。ね、もったないし、うん、臭いし、ゴミ出ししたいな、ちょっと臭いから。袋取り替えるとかできないかな、臭いから。まあとりあえず取り替えるだけ取り替える、縛っとこう。縛ればまだマシになると思うし、うん、キッチンはそんだけかな。うん、先に飾り棚行こう。じゃあ金庫。はい。近づいてみると中からかすかな音が聞こえることが気づきます。うん、では聞き耳をしていきましょう。51成功です。はい。春は93で失敗ですね。はい。何か質の悪いスピーカーを通したような人間の声だ。何を言ってるかまではわからないが、時折コッポコッと口から水を吐くような、水が泡立つような音が混じっていることが聞こえます。この金庫の中なんか魚とかいるかもしんねえわ。なんでなんかコポコポ言ってんだよね。水の中みたいな気持ち悪い。でもまだ何なのかよくわかんない。あ、
アイデアとか触れんのかな。わあ、振っても意味ない。意味ないかな。余計なことはしない。じゃあ次写真立っていきます。中に収められていた写真がなぜかくしゃくしゃになっています。シワを伸ばして無理やり写真を中に収めたような具合だ。こんなに可愛いのに。また写真の端にはうっすらと血液のようなものが滲んでいます。やば。ちょっとこれ例やばくない？なんか、もう全体的に趣味悪いんだけど。しかもこれ一回出したってことだもんね、写真立てから。だよね。めんどくせえことするやつだな、本当に。救急箱、もう一回見てみよう。そうすると、先ほど見た市販薬の頭痛薬がしっかり収まる状態を気づくでしょう。このスペース頭痛薬だったっぽいわ。やっぱここから無理やり出してテレビ殴ったんじゃない？いや、俺ですか？俺が疑われてんのか。俺テレビの高さ知ってんからやらないと思うんだけど。テレビ殴ってないか。いや、まあさすがにね。まあめちゃめちゃ理性飛んでたら。いや、でもなんかそんな飛ぶことある？俺酒飲まないし別に。他に、食器棚と鍋と冷蔵庫がありますね。食器棚調べよう。はい、食器棚は特に変化はないです。お、じゃあ鍋。相変わらず蓋が閉まった鍋です。開けると中のカレーは随分と減っています。冷蔵庫、梅の春が個人的に好んで常備している食材だけが傷み始めていることが気づきます。俺のモスバーガーは元気ですね。元気？元気？無事ですね。お前のおにぎり傷んでんけど、俺のモスバーガーピンピンしてんだけど、どういうことこれ。わかんない。僕のおにぎりがそれお前の明日の弁当用に作り置きしといたんだけど僕のおにぎりが腐ってるもう食えねえから捨てとく。これ、捨てといて。じゃあちょっとこのノリで風呂場も見に行こうぜ。オッケー。探索者が水場に足を進めようとするとガシャーンと何かが割れるような音がします。うわ、なんだ、なんだ。ちょっと中入ってみよう。入ろう。じゃあついていくわ。一番最初に鏡を見た春、あなたは突然額にぬるりとした生温かい感触を覚えるでしょう。鏡面に映る歪んだあなたの額から真っ赤な血液が滴っていることがわかります。指先でそこを触ってみれば、身に覚えのない傷から血液が流れていることが気づきます。長期ドロール、ゼロスラッシュ1ですね。自ら首を絞めていくスタイル。97で失敗ですね。1減らしときますね。そのまま春にね、既得ロールがありまして、春が鏡に姿を映すと一瞬自分の姿が霊の姿になっていることがわかります。それは瞬きの間に自分の姿へ戻っているが、あなたはひどい頭痛を覚えます。あれ、春なんかあった？で、頭、これ頭から血が流れてんだけど。ちょっと待って、春の？嘘。やばいじゃん、お前。なんか、わかんない。身に覚えがないんだけど、急になんか、なんか、だらって、だらって。痛いの？痛いかもしれない。あ、痛いんだ。やばいじゃん。鏡、巻き込まれた？わかんない。ほんと、身に覚えがなくて、急に。いや、とりあえず、治療しよう。救急箱行きます。救急箱、包帯巻いてもらうかな。巻こう。あとさ、頭痛薬のそこら辺散らばってるけど、ちょっともらっていい？なんかすげえ頭痛いわ。それ物理的な痛みだから頭痛薬なの？なんか違うんだよね。なんか中が痛い。中も痛いの？中の頭も痛い。じゃあちょっと薬、じゃあ一粒、はい、はい。薬飲むときは水と一緒の方が効き目が早いんだぞ。ちゃんと水飲む。俺のバンドのメンバーとかさ、なんかハイボールと一緒に薬飲んでるバカなやついたの。そんなやばいやつおるでもお前はやめといた方がいいよ。わかった。あと見られるのは、洗濯機とお風呂ですね。春大丈夫？大丈夫。とりあえずなんとか。じゃあちょっと引き続き調べていくか、こんな非常事態だし。そうだよ。じゃあ洗濯機見よう。洗濯機自体には変化はないが、先ほどまでなかったはずの洗濯カゴが戻っています。中にはレイが昨晩着用していた服が脱ぎ捨てられています。俺の服洗濯してねえんだけど。てか僕の服はないのかな。ねえ、自分のやつだけなんかなっていうのかな。タケノコみたいな板で洗ったのかもしれない。風呂行こう。風呂。薄汚れた緑色の湯が張られたままになっています。真新しかったタイルにはわずかにカビが生えています。汚いというほどではないが、随分と使用感のある様子に表現しています。浴槽の湯はちょっぴりヌメヌメしていますね。うわ、ヌメってんなこの風呂。ヌメってるね。なんか時間経過してない？この家なんか全体的にね、経ってる時間が、ね、経年劣化みたいな感じだよね。
じゃあ怖いけど玄関行くか。うん、もしかしたらほら、うん、開いてるかもしんないし。あ、そっか、うん、よし玄関行きます、うん。相変わらず扉は開かないです。うわぁ、扉の隅々にはわずかに赤サビのようなものが付着しており、先ほどに比べると少し古ぶけた印象を覚えるでしょう。ドアスコープもう一回見てみる？あ、見よう見よう。相変わらずスコープの向こうは白い壁のようなもので見えます。うん、そこは変わんないんだ。うん。玄関は錆びてる以外あんま状況は変わってない感じだな。そうだね。結局開かなかったしね。ね。希望は途絶えた。希望は途絶えた。疲れたなマジで。疲れたね。なんかもう。うんうん、疲れた。脳が処理をなんかしきれないし、なんか怪我してるし。そう、お前怪我してるし、俺はなんか手切り刻まれてるし。じゃあどうする次。どうする？好きな方でいいよ。お前の部屋行こう。オッケー、オッケー、オッケー。扉を開けると、そこは子供部屋になっていました。春が幼い頃に使っていた子供部屋とまるきり同じ内装をしています。うん。大きく取られた窓からは、朝の柔らかな光がようよう差し込み。うん、とても心地のいい暖かさを感じるだろう。夜が明けちゃったよ。部屋の真ん中には丸いラグが敷かれており、その上に子供時代の春と霊の姿がいます。俺らいいんじゃん、かわいい。なんかいるね。なんかこの薬まずかったんじゃない、俺たち二人とも飲んだけど。カミツレと梅の春の姿があります。彼らはラグの上に座って何やら雑談をしているようだ。近づいても私たちには反応することもできないし、それらを触れることすらできないです。うんうんうん、どうやら私たちのことは見えてないようですね。うん、では探索できる場所が子供2人、窓、勉強机ですね。え、これ春の部屋だよね。なんか昔行ったことあるから覚えてんだけど、うん、大幅リフォームとかしたっけ？いや、だってまずそこにいるし。そうだな。なんか俺たち幻覚でも見てんのかな。どうする？ちょっと待って、これは調べた方がいいよやっぱり、うん、なんかおかしいもん。おかしいの俺たちかもしれないけど、うん、確かに今日なんか夢かもしれないから。夢？あ、その説ある。夢ならさ、ほら十分に楽しもうよ。あ、そう、あ、そうね、そう、それがいいわ。それだ、そうだ。ちょっと行こう行こう。勉強机、うん、見よう。 OK です。卓上に夏休みの絵日記が広がっています。うん、最後に書かれているのは8月14日の絵日記だ。うん、霊と遊んだという内容が綴られており、明日はお母さんたちに内緒で二人で山へタイムカプセルを埋めに行きますと締めくくられています。タイムカプセル、うん、山ね、ちょくちょく出てくる ね。タイムカプセルか。何埋めたっけ、なんだっけかな、もう覚えてないな。なるほど、うん、じゃあ窓を見ましょう。大きな窓です。うん、やはり開けることはできないですね。お、窓の外では心地いい夏の日差しが輝いています。うん、眼下に広がる街は、探索者が幼い頃に眺めた懐かしい街並みだ。これは質問なんだけどさ、うん、レイとハルが同居してる部屋って、うん、その幼い頃の街と同じ街なのかな。多分違うかな。違うか、うん、これ実家の方の街じゃない、外の光景、うん、確かに夢だからよくあるわ。そう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 、家の部屋の隣の部屋知らねえ部屋みたいなね、あるわ。そうそうそう、よくあるよくある、そのパターンね。じゃちょっとね、幼き日の俺たち見ようかな。うん、子供時代の探索者同士は至極たわいもない会話をしています。春が、昨日の晩ご飯家族でレストランに行ったんだ、ハンバーグすっごく美味しかったな。で、レイが、うん。で、春が、でね、この間のテストで100点取ったからさ、デザートもつけてもらったの。いいでしょ？うん。あ、そうだ。今度一緒に宿題しよう。算数でね、わからないところがあって。うん。このような具合だ。うん、会話を聞いていればすぐに幼い霊が相槌を打っているだけでほとんど喋っていないことが気づくだろう。その会話に得体の知れない違和感を感じます。え、この時の霊こんな冷たかったっけ。いや、なんか俺冷たくね。めっちゃなんか適当に相槌打ってんじゃん。もうちょっとうるさいガキだったと思ったんだけど。てか、そっか、僕ってこの時は明るかったんだな。お前最近暗いよね、うん、ジメジメして暗い。もっと昔みたいに自信がないんだよ僕には。なんでだよお前。あんなかっこいいコスプレできんのに。そうすると、うん、テレビのニュースが読み上げる声が聞こえてきます。先週起きた行方不明事件、児童1名の安全は確認されたものの、もう1名の行方は未だに分かっておりません。警察では引き続き目撃情報を募集しております。行方不明になった児童の
はるちゃん10歳。お心当たりある方は、警察までご連絡を。それは、梅の春が行方不明になっているということを告げるニュースであった。3チェックです。ニュースの音声が一巡し、繰り返し始めると同時に、室内が激しい縦揺れを起こします。何？室内にいる探索者は思わずその場に転げてしまうだろう。壁はミシミシときしみを上げ、天井からはパラパラと破片が床へ落ちていく。それはわずか数秒の揺れであった。揺れが収まり、探索者が身を起こすと、室内の様子が一変しています。また変わったな。暖かい印象を受けた室内は今や薄暗く、大きく開かれていた窓は段ボールとガムテープによって目張りがされている。床や家具はまるで物取りでも入ったかのように荒れ、散らかり放題だ。日差しも差し込まず、明かりもついていない部屋の真ん中で子供が一人、へたり込むようにして床に座っている。彼の頭には包帯がぐるぐる巻きにされており、額部分にはわずかに血が滲んでいるでしょう。彼の目の前には無機質な金属の箱が一つ、ポツンと佇んでいた。それは先ほどリビングダイニングで目撃したあの金庫によく似ているようだ。彼はまるで上言のように何かをつぶやく。昨日晩ご飯家族でレストランに行ったんだ。晩ご飯すごく美味しかったな。でね、この間テストで100点だったからデザートもつけてもらったの。いいでしょ。あ、そうだ、今度一緒に宿題しよう。算数でね、わからないところがあって。と、時折力なく楽しそうに笑いながら、まるで親しい友人と会話をするかのように、目の前の箱に向かって話しかけています。その子供はどっち？うつろな目をしたその子供は、幼い霊だった。